皆さんこんにちは。強力な投手陣とつながりのある打線を武器に、18年ぶりとなるリーグ優勝を果たした阪神タイガース。活躍した選手は数多くいますが、中でもタイトルを獲得した村上選手と岩崎選手の貢献度は非常に高かったといえます。開幕をセットアッパーで迎えた岩崎選手とロングリリーフで迎えた村上選手、タイトル争いにおいて役割が変わるのは不利な側面もありますが、岡田監督のバックアップもあって見事タイトルを獲得しました。優勝の立役者である2人の活躍を岡田監督も大絶賛。 MVP 候補としても名前が挙がってくるでしょう。今回の動画では村上選手と岩崎選手の快挙を紹介しつつ、岡田監督が与えた影響についても考察していきます。村上選手が最優秀防御率を獲得し、岩崎選手が最多セーブを獲得するとシーズン前に予想できた方はいなかったはず。予想以上のブレイク、そして想定外の配置転換を含めて振り返っていきたいと思います。まずは村上選手です。2軍では2年連続で活躍していたものの、1軍では勝利を挙げられていなかった村上選手。しかし春のキャンプからアピールを続けると、オープン戦でも8イニングを3安打無失点に抑え、見事開幕1軍を勝ち取りました。当初はロングリリーフでの起用が予定されていたものの、伊藤選手が故障で出遅れたこともあり、先発へと配置転換。4月12日の巨人戦の先発を任されることとなりました。5イニング投げられれば十分という周囲の期待の中、7回裏までパーフェクトピッチングを披露。パーフェクトピッチングを継続している中で代打を送られ、途中交代となる結果に。続いて登板した石井選手が同点に追いつかれ、村上選手のプロ初勝利が消滅したこともあって、この登板は SNS などでも大きな話題となりました。今シーズン初先発での勝利は逃したものの、続く中日戦では2安打完封で見事初勝利を挙げます。プロ入り初勝利を無四死球かつ2桁奪三振の完封で飾ったのは日本プロ野球史上初の快挙でした。その後も安定感抜群のピッチングが続き、開幕から31イニング連続無失点を記録。こちらもセ・リーグ最多タイに並ぶ偉業でした。1軍のローテーションに入るのが初めてということもあり、どこかで状態を落とすのではという見立てもある中、5月以降も好投を披露。7月は防御率 3.60 と少し崩れたものの、勝負の8月、9月はいずれも月間防御率1点台で、シーズンを通して抜群の安定感だったといえます。広島の床田選手と防御率のタイトルを争う形となり、岡田監督も気にしていた様子。8月末の時点で、そら防御率のところはいつも見てると、昨日でなトップになったんよなとコメント。なんとかタイトルを取らせてやりたいと思っていたのでしょう。そんな岡田監督の期待を受けた村上選手は無事にシーズンを完走し、自身初となる2桁勝利を記録。最後は DeNA の東選手との争いとなった最優秀防御率のタイトルも見事に獲得しました。村上選手は新人王の資格も残しており、新人王の獲得はほぼ確実。1990年に野茂英雄選手が成し遂げて以来となる新人王と MVP の同時受賞も現実味を帯びています。ここまでの活躍は岡田監督も想定外だったようで、そら誰も思ってないやんか、この時期に村上がこんなピッチングするとはね。第2先発的な感じで開幕スタートしたんですけど、それがまあこれはピッチャーの青柳とか西の調子とかね、そういうのがあってなかなか打線の援護で勝ち星は取れてないですけど、勝ち星負け数関係なしにすごい戦力になってくれているので、そこは一番助かりましたねと絶賛のコメントを残しています。シーズン序盤に抜擢した岡田監督の起用が的中し、優勝に欠かせないピースとなってくれました。そんな村上選手と MVP を争うと見られているのが守護神の岩崎選手です。長年タイガースのリリーフ陣を支えてきた岩崎選手は昨シーズンの途中に抑えへ転向。57試合で28セーブ、防御率 1.96 という好成績を収めたものの、6敗を喫するなど絶対的守護神とは言えない状況でした。新たに就任した岡田監督は岩崎選手について、タイプ的にはやっぱりセットアッパーの位置が一番を打てるんじゃないかと思うけどねと語り、セットアッパーでの起用を示唆。昨年ブレイクした湯浅選手を抑えに据える構想を明らかにしていました。湯浅選手が WBC に出場したこともあり調整遅れが懸念されましたが、構想通りに開幕戦から湯浅選手を抑えで起用。
無失点に抑えてセーブを挙げたものの、三四球を与えるなど明らかに本調子ではありませんでした。この試合で岩崎選手は6回に登板、今とは全く異なる起用法でした。開幕直後は湯浅選手が抑えを務めてセーブを重ねていたものの、4月16日に登録抹消される事態に。一軍復帰した湯浅選手が抑えを務めた時期もありましたが、以降は岩崎選手が抑えを務めることとなりました。2年連続でシーズン途中の抑え転向となり、不安視もされていましたが、岩崎選手は快投を披露します。5月に10試合で9セーブ、防御率 0.00 という好成績を収めると、その後も安定感抜群のピッチングを披露。連続して打ち込まれることもなく、ここまでの59試合で35のセーブを積み上げてきました。自身初のタイトル獲得について岩崎選手は、意外と冷静というか、今はまだわからない、でも良かったです。自分一人では取れないので、本当にチームのみんなのおかげかなと思います、とコメント。喜びを爆発させることはありませんでしたが、充実したシーズンだったことは間違いありません。このタイトル獲得の裏には岡田監督の存在がありました。9月9日の広島戦では、4点リードの9回裏2アウトの場面で2人目のランナーが出ると、すぐさま岩崎選手へスイッチ。ピンチの場面でデビッドソン選手を打ち取り、この時点で単独トップとなる31セーブ目を挙げました。この起用について岡田監督は、よう出しおったわ、霧式も狙えるところにおったらな、空取らせたらな、カンから2人言うとったんやと独特の言い回しでコメント。タイトル獲得をバックアップするためにピンチを願っていたことを明かしたのです。こういった後押しもあり、ヤクルトの田口選手らと繰り広げていた争いから抜け出し、セーブ王を獲得。岡田監督は、よかったよな、最初はセットアッパーでスタートやからな、だから試合数が結構増えたけど、最初から抑えならもっと楽にいったかもわからんけど、貢献度はそら大きい大きいと語り、岩崎選手のセーブ王獲得を喜びました。惜しくもタイトル獲得はならなかったものの、大竹選手の最高勝率などについても全面バックアップする考えを明かしており、岡田監督は個人タイトルを非常に重視しています。タイトル獲得によって年俸アップにつながり、自信も深められるからという親心からバックアップしているのでしょう。選手たちからの信頼度も高まっているはずなので、来シーズン以降の岡田阪神も非常に楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。